はい、皆さん、こんにちは。最近ね、出した、あの、俺の愛するね、ブローシスということで、司とのぞみの証、みんな見てくれましたかもうね、まあもちろんみんなも相当ね、励まされたと思うんですけど、もう俺がどれだけね、この二人の証にね動かされたか、励まされたかね、あなたたちはね、わからないんですよ、もう。超、あのー、 まあ編集しててもそうだし結局もう何回も聞くわけじゃん編集してさアップロードしてってやつはなんかね飽きないんだよね本当にずっと聞いてられるっていうか本当に神様のすることが本当力強すぎてなんかすごいいいリマインダーだよねこうやって人の証を聞くときになんか最初の愛に戻るっていうか最初の ここのの俺らが神様とと出出会っった時のことをやっぱり思い出すわけじゃんこう人がどうやって神様にそしてイエス様に導かれてるかっていう話を聞く時にあ俺もそういえばそうだったなって俺はこうだったなってこう自分と照らし合わせるっていうか自分のことをよく思い出してやっぱ神様って本当に生きて俺らを導くそして救う神なんだなっていうのをねすごいリマインドされましたそして司。 もうね、軽くね、この二人とどうやって出会ったかっていうのをね、軽くパラパラペペ喋りたいと思うんですけど、すごい面白くて実は、二人の証の動画の下で紹介した札幌のね、恵み協会っていう、あの、協会があって、あの、そこで、俺が行ったんだよね、札幌が行った時に、札幌に行った時にね、なんでかわかんないんだよね。なんで行こうって思ったのかわかんないけど、まあ行ったんだよ。そしたら、こ自己紹介するじゃん、ジェームス・ティモシーですって。そしたら、あの、ちょっと、 <laughs> ついてる2人がいててる人がちょっと見えたんだよね <laughs> で。そしたら礼拝が終わった後に司が来てくれてもしかして YouTube やられてますみたいな。そしたら俺が来る3日前ぐらいに俺の一つの動画をたまたま見てたらしくて司が。っていう出会いだったのだから本当に不思議で面白い出会いだったんだけどあのそれでね本当にたくさんね話してくれたしあの別の日には、まあ、軽く短くだけどちょっとねあの証も聞いて司のえのー。 なんかねもっとじっくり明石は聞きたいなと思っててでそしたら室蘭来てくれてあのまあすごい嬉しかったんだよね札幌からわざわざ会いに来てくれてその時に面白かったら、まあ、司がそういう自殺とかそういうとこを通ってたってことは聞いてたからぜひ明石してほしいなって思って頼んだらあの受け入れてくれてそして司に収まらず彼女のね望みも明石してくれてもうなんという本当にねこの二人の 明かしの力強さ感じましたまあ2人ともねこの自殺っていう思いの中にいたとこから救い出されて、あのー、生きる意味を見つけてイエス様に会ってなんかねやっぱ日本って本当に悲しいことであるけどこの自殺っていうのが本当世界で一番と言っていいぐらい多い国で本当にね何だろうそういう霊的な悪霊的な悪魔的な、ね、働きがあると思うんだけど。 あのまあ、そこにいる一人の神の子としてね俺らはねあのこういう人たちに対する働きかけっていうのはすごい大事だと思うだから本当に司さと望みのこの証をシェアするっていうのも本当に心から感謝するし俺らはやっぱり常にこの死にたいって思いと戦ってる人たちのことを覚えて祈る必要があるってこともすごい思わされた結局コメントでも一人あったけど過去にこういうことを祈ってたので晴れるやって言ってた人がいるけどやっぱり なんだろう実際そこから救い出されてる人がいるっていうことその祈りのゆえかもしれない神様が本当に祈りを聞いてだからやっぱ俺らはその人たちを覚えて祈り必要があるこの自殺が多い国で自殺っていう特別なその縛り悪霊的な縛りがあるところで本当にそこから人々を解放していく生きる意味をあの教えてあげるっていうかその もう生きる意味を唯一与えることのできる神様を教えてあげるっていうか本当にそういういいい役目が俺らねすすごいあるなって思いますだからそういう人たちともちろん面と面で出会えるようにっていうことも祈りたいしそして面と面じゃなくても本当ネット上だとしてもこういう形で YouTube とかでも本当にその人たちにこういう動画が届くようにそしてあなたは作られたっていう。 あなたは意味と目的があって作られたって最初はそれが信じることができなかったとしても信じられなかったとしても事実は事実で真実は真実だからあなたは愛されてるっていうその真実は揺るがないからあのっていうのをね本当に司がねそこにいたとこから解放されてもうここまで変えられて。 そしてねみんなあの動画じゃねあんまりそういう話はできなかったんだけど彼は本当に立派な伝道者ですでにつかさに収まらず彼女の望みも本当に2人とも本当に力強く伝道している家族にもそうだしあの古い時からの友達もそうだしだ本当にねあそこを通らされたあの真っ暗なところを通らされた人たちというのはもう大きく変えられて本当に神の国の選手として。もうはぁ すごいね使われるんだな用いられるんだなってことをねすごい思わされて「ハレルヤハレルヤハレルヤってずっとね主に感謝してますのぞみの証でさその彼女がもう死のうと思ってしようと思った時にあもしかしたらこの先にもっと怖いところがあるんじゃないかってこれ絶対神様から来たものだと思うしそれって本当に主の恐れだと思うんだよね裁きの恐れあもしかしたらってもっとやばいとこに送られるかもしれないって そのだろう恐れが望みを止めたわけだしあのねああこれ本当に神様の哀れみだなと思ったそしてやっぱり死んだら無になるっていうねこれもすごい大きな悪魔の嘘ですよねそれを本当信じさせて死んだら全て楽になるっていうその幻覚にみんなを封じ込めてでも事実はそうじゃないって事実は本当に神様裁きの神であって。 もし「エス様を受け入れないっていう決断をしたならそれにはそれなりの裁きがある死から来る報酬は死ごめん罪から来る報酬は死なんだよねだから本当にね何度も何度も言うけど俺はとにかくこの2人の救いを本当に感謝するしいや何と言っても本当に死を賛美するこうやってあの、ね、暗いところから抜け出された。 でら本当に大きな株ですよもう、イエス様のパワーで、ポーンって抜け出されたこの2人、あのね、ぜひみんなもね、覚えてね、もうすでに祈ってくれたと思うんだけど、ぜひね、改めて祈ってほしいと思います、司と望み、えー。彼らの家族のためにもそうです、彼らの友達のためにもそうです、ぜひ祈っていきましょう。そして、あのね、みんなもやっぱり改めて思わせると思うけど、やっぱ証にはね、パワーがある。証には本当に強いパワーがある。で俺らは あのねキリストの承認だから、はい、キリストの承認イエス様を明かししていく俺らがどういうふうに救われたかっていうのをやっぱり常に人々に明かししていきたいんだよね日々だからそのなんだろうそれも願っていきたいと思います神様にあこの明かしするチャンスをくださいってあなたが俺の人生でどれだけ素晴らしいことをしてくれたか明かしするチャンス機会をください機会を持ちなさいって機会を逃さないようにしなさいって 書いてあるけど機械をもらっててそこでちゃんと証し,していくあイエス様こんなことしてくれたんだよってあのねやっぱこの,このパワー証しのパワーっていうのを改めて思い出されましたあのソマリアサマリアのさ井戸で出会った女の人もイエス様に全てを言い当てられて喜んで証ししてったんだよねその町で,でその証しのゆえに人々は信じたって書いたんだよねあのやっぱ証しにはパワーがあるので俺らは常にこの証しをしていきたいと思いますね あのー、本当に、そしてぜひ、まあ、北海道に住んでいる人、そして、まあ、俺、この先ど,うやどこに行くかとかまだあんまり分からないんだけど、もしね、俺があなたの町に行ったときとかに証をシェアしたいっていう思ってくれてる人いれば、ぜひ教えてください、連絡ください、もしあなたの町に行ったときに証を取らせていただきたいので、それをね世界に見せしらかしたいので、本当にイエス様の素晴らしい技をね、はい、まあ、とにかく、つかさと 望みハレリア、本当に神様あの二人を救ってくれたこと、感謝します。はい。そしてね、この自殺願望の中にいる人たちのためにね、日々祈っていきたいと思います。この日本でね、そして、まあ、もちろん世界中でもそうだけど。ハレリア、見てくれてありがとう。今日はそのね、二人の証のことを主に賛美するということでね、感謝していきたいと思いました。ありがとう、見てくれて。Good bless everyone. See you in the next video. Ciao, ciao. Bye bye.